はなく許されることなどない。宗教の教えならば、だがこれは自然の断りを言葉にしただけだ。真実はなくとは、社会の基盤は脆弱であり、我々は自分自身の文明を守り育まねばならぬという意味だ。許されることなどないとは、行動を決めるのはあくまでも自分であり、行動の先に持っていたのは栄光ではなく悲劇であったの。人はそれを受け入れて生きねばならぬということだ。悔やんだことはないの？私として生きていて。私がこの人生を選んだんじゃない。選ばれたんだ、人生に。この30年間、私は父と兄弟の思い出を胸に、不正の犠牲となって虐げられている人々のために戦い続けてきた。それを悔やんだことはないが、自分の人生を歩んでも良い頃だろう。これまでの人生に、すべてに別れをつけ。大丈夫、まだ遅くはないな。行き止まりだ。この向こうに何があってほしいの？何よりも知識だ。アルタイルは試作家で勝ち残した者も多い。ここを作ったのも英知を後に伝えるためだろう。彼は多くのことを目にし、多くの秘密を学んだ。この世の不思議の数々を、並の人間では途方に暮れるような知識だ。不安にならない。私も並の人間ではない。侮ってもらっては困る。エッチよ。手がかりは残せなかったのかしら。例えば生命感覚の持ち主だけ分かるような何かとか。手がかりは残せなかったのかしら。例えば生命感覚の持ち主だけ分かるような何かとか。本もなく、知識もない。あなただけなのか、我らよ。書物は無事か？はい、ポールを裏付けを託し、残りは私がアレクサンドリア。よし、それでいい。です、理由がわかりません。散逸させるくらいならどうして書物を作ったのか。もう行け、モンゴル軍が戻ってくる前に。そうか、前は書物となどではない、他のことで隠さねばならない。強欲なものか、少なくとも秘密が忘れ去られるまで。秘密とはどんな？行け、家族と一緒に。達者でな。父上、あなたは私の誇りでした。知恵と悲しみは表裏一体だ。知識が増えればそれだけ悲しみも増えることになる。どういうこと？何が言えるの？不思議な幻とメッセージだ。かつて期待、栄え、滅びていったものだぞ。では、私たちに見かかったことは、運命だというのを、ありである。かつて期待したものだとは、何をもたらした？それはいつだ？それを知りたいだ！果たすべき使命なんだ。自分に送ったでも、海に投げ捨てたでもいい。ここに目を向けられないようにするのだ。途中至るまで決して見つけられてはならぬ。
の資本は。いや、増えてはダメだ。もう関わり合いにはならん。